さあ始まりました中島家チャンネルでございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はい、府中でございますよ。府中の入川橋交差点にやってきております。ウィーンはいよくわかんないねとはいえそうなんですよ。ここなかなかだからもう府中の中でも住宅街というかちょっとマニアックなゾーンに入ってるような気がする。ちょっとだけ歩いてみるか。そしたらああここねってなるかもしれないから。だからソレイユとか、うん、あっちの方とはちょっと違うって感じだよね。そうね、だいぶ奥の方というか。さあ今回ね、うん、カレーをいただくんですけども、はい、ナンカレーね、コメントいただいて、はい、美味しいよぜひ行ってみてくださいって、あそこ行ってみたいなことをね、はい、言われてて、うん、それでじゃあ行こうと、はい、それが府中なんですよ。府中の目印になるようなもんってないかな。蔦屋ももうこのやっていない蔦屋、もうちょっと待ってよ、目印難しいね。やってない蔦屋ってなんだよ。あーすごい散歩道だ。散歩道か、公園じゃないのか。いやーでも気持ちはいいね。ねえほら書いてあるわ、散歩道だよって。え、散歩道だよって書いてある。フラットウォーキング。そうはあこれがねフラットウォーキング、うん、この道はだからすごいウォーキングに適してるんだよ。でこうやってね気をつけながらウォーキングしましょうっていうのを朝パックンが言うてる。もうどういうこと、朝でおにぎりだからパックンいうことなのかな。ああそうか、はい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 はは、ちゃんと食べようねってことだよね。そういうことそういうこと。で首にあるのは麦わら帽子かなんかの紐か。てかこれが麦わら帽子ってことか。それで何かこう日よけをしようみたいな。なるほどなるほど。わあなんかでもいい道、すごい。ああそうね。うん、このぐねぐねしててさ、うんなんか楽しくない、歩いてても。そうね。うわ、猫柳だ。え？これ猫柳って言うんじゃなかったっけ？本当？知らんけど。ほら、これも猫柳。本当？多分ね、黒柳は知ってる。メッセージ性の強い街だね。耳すませ。周りの声と親の声とかさ。これこっちにも書いてあるよ。暴走は人の心の赤信号ね。さあ着きました。はい。ドルガさんでございます。はい。お邪魔しましょう。はい。こんにちは。お邪魔します。すいません。よろしくお願いします。すいません。ごめんなさい。すごい。スパイスの香りめっちゃする、はい、よろしくお願いします。はいじゃあちょっと行かしてもらおう、はい、お席の方へ。お店のは少々お待ちください。いいです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 。上のもん出せとかじゃないんですテラス席があるんだ。ねペット同伴。へえはい、すみません。ありがとうございます。やっぱりランチメニューいうことになるんですかね。そうですね。はい、の方がお得ですね。はいはい。なるほど。どういい？おすすめってなんかあるんですかね。よく出ますのはナンカレーランチがやはり人気がございますね。はい。でカレーも8種類からお好きなカレーを選びいただけて、で辛さもお好みでお選びいただけます。もんつくんですね。そうですね。はい。めっちゃお得。人気があるのはチキンですとかシーフードもよく出ますけど、ちょっと変わったところではこの豆腐きのこカレー。じゃあどうしよう、豆腐きのこカレーでいきますかね。でやっぱり私ちょっとキーマが大好きなんです。キーマもよく出ます。ありがとうございます。ありがとうございます。飲み物は？飲み物はジンジャーエール。じゃあごめんなさい。ありがとうございます。すいません。そして僕はホットコーヒー。ホットコーヒー。やっぱ外国の方いらっしゃるから対応力が素晴らしいです。そういうことね。はい。はい、来ました。こちらでございます。いただきます。すごいもんだね、これだけの、まあ、それこそドリンクまでついて。ね。990円。いやー、で、やっぱりなんか大きいね。ね。よよよよ。すごい。ほら、どうや。すごい、全部隠れてる。まあ、すごいね、いいね、嬉しいね。ね。うん。いや、嬉しい。じゃあ、ちょっとちぎっていただこう。はい。いきます。よいしょ。じゃあやっぱり豆腐きのこからいくかねかな、うん、いかせてください。いただきます、いただきます。うん、何うまいですね。うまいですわ。なんか赤いのはトマトとかトマトやったな。私もちょっといただきます。うん、甘み強いなあ。でもちゃんと辛いけど。いただきます。うん、うまいな。うん、本当。おいしい。なあ。うん。甘み強いね。ね。うん。和だけじゃなくて、インドにもぴったりくるね。なんだろう。うん。ちょっとピリッとくるのがマイルドになるような感じなのかな。うん。ね。あと。罪悪感がものすごい和らぐよね。本当にすごいヘルシー感があります。まあ実際ヘルシーなんだろうし。そうですね。ね。小麦続いてるわって思う人はね。なるほど。罪悪感なくいただけるんじゃない。ああ、なんか。なんでわしのばかりだろう。いや、美味しいなと思って。なんか斬新な組み合わせと思ったけど。全然斬新な味じゃない。ばっかり食べるじゃない。いいじゃない。うん、はい。うん、うん、美味しいですよ。はい。うん、じゃあ。ドッキリもいっていい？うん、うん、いただきます。やっぱり美味しい。そうっすか。また違うよね。ベースはね。違う。これはどうだい？甘みちょっと少なめ。うん。どう？あ。言うてもちょっと甘い感じだな。なんか、やっぱキーマってどこ食べてもこう肉がくるじゃない、うん、それがすごい幸せなんよね。いや、ほんまだね。意外に甘み強めだから、うん、辛くてもいいぞこれ。あ、ほんと。なるほどね。うん、いや私ね、もちろんこのランチ美味しくって、うん、もうナンももちもちしてていいし、はい、カレーも美味しいんだけど、はい、なんかやっぱなんかスタッフさんの雰囲気が好きです、うん、はい、うん、なんかもうこのフォーショット撮りたいぐらい。いや、ね、本当に家族みんなで来てもいいかなって思うようなお店だし、そうね。あとコックさんも、はい、やっぱりインドのコックさんってカメラ目線だな。